ハヤブサ殿。なんと。ええ、ハヤブサ殿。おう。ええ、ねえ、まさか。うん、はい、オッケーよ。我らの大切なものを運んでいた輸送部隊はこの辺りを通過したとのこと。ここで落としたのか、盗まれたのか、いずれにせよ探してみよう。あなたたち何を探しているの？私も手伝ってあげる。なんだてめえら。騒がれては面倒だ。ショータイム。悪いがおとなしくしてもらおう。かっこいいな。頑張ってください。ずっと見ていたい。私もいい。すごい。ここはないようですね。残念です。目が離せない。なんだか騒がしい。仲間を呼んだ方が良さそうじゃねえか。近くに敵がいるようだ。わしもなぜか死ぬ気せるようだ。急いで物を探すぞ。よし。輸送部隊はあの辺りで休憩をしたそうだ。何か手がかりをつかめるかもしれない。急ごう。うまくいったみたい。私の直感だとあっちが怪しそう。よかったら行ってみて。もう迷わない。もう仕事の時間。あずさの助がない。今日はこれくらいにしといてやる。うまくいったみたい。素晴らしい武勇。思わず見とれてしまいます。怪しい奴らめ、出て行け。行きます。分かったわ。いいの返しね。このおにぎり、お米のツヤがたまらない。美味しそうだが、目的のものではないな。待ちわびたぞ。雪村さんもお酒いけるんでしょ。ショータイム。願ってもない申し出、ぜひ一献傾けましょう。楽しみ。私こう見えてもダメだから、皆さんも付き合ってね。うまくいったみたい。そういえば昨日のごちそう美味しかったな。この世界にあんな料理があるなんて。二人にも食べさせてあげたかったな。私ですか。もう迷わない。強い目に返しね。あなたが味方でよかった。あずさの助がない。うま
まくいったみたい。このロッドとリール、巧みの技だな。あ、いや、これは目的のものではないか。ねえ、行きます。はやぶささんもお寿司好きなんでしょ。わかった。探し物が見つかったら待ちわびたぞ。しましょう。そうだな、もう仕事の時間。うまい魚と酒、そして美女がいれば言うことも。もう迷わない。はやぶささんたらお上手。早く探し物見つからないかな。面倒よ。や、急いで。ま、少しはやるようね。何？敵か？ディオが当てちゃおっかな。はやぶささんは釣り具、雪村さんはお米に、これらから推理するに、あれ、探してるものってまさか、いやいや違う、違うに決まってるって。私ですか。何に返しね。わかったわ。さあ今こそ攻めかかれ。よくやった、大義だ。もう仕事の時間。あずさのすけがない。のものも見つからず、ことここに至っては致し方ない。あの大将を倒して逃げよう。もう仕事の時間。結局あの極上の焼酎は見つかりませんでしたね。新鮮な魚も寿司もどこかに消え失せたな。私が昨日いただいちゃった。え？
よ。